前回のあらすじ、群馬を救うべくついにストームビル城へと足を進めた主人公、立ちふさがるな腕毛ふさふさ戦士、異名にマルギット。それはもうチババの毛並みを思わせる腕毛であったが、この世に可愛い腕毛が存在しない以上、マルギットに勝ち目はなかった。アジンを虐待し、零細企業のエリート社員をパリーではめ殺し、男子高校生のダリビルは白日のもとにさらし、困難を乗り越え確実に力をつけてきたが、この先に待つのは王の子孫デミゴット、ついに温泉四天王の一角に挑むのであった。壊れちゃった。どうしよう。逃げよう。ザミュールのフル英雄です。そのしなやかな立ち回りと柔らかなステップは、ダクソ史上最高の尻と評された冷たい谷の踊り子のよう。使う属性も共通していることから、ザミルのフル英雄も女性なのではと、エルデンリング発売当初から研究が進められていますが、答えは出ていません。それもひとえにフロムミン的には男でも女でも構わないエロければという心理が根底にあるからでしょう。そういった行為にザミルのフル英雄も精一杯に応えようとしますが、彼女の冷たい手は震えています。それは己の霊気ゆえか、それとも男性への恐怖か。恐怖せずに彼女の細い体を抱きしめることこそがエルデンリングの真の目的であると豪語する者もいることです。ザミルの特技、すまた霊気に汗びての折れた直剣は一瞬で月光剣でしょう。鱗の昆虫、エルデン一の治療野郎です。とにかく遅い。起床時間も待ち合わせもトイレも食事時間も、この横ぶりも何もかも遅い。非常にストレス。今日も本来は仲間と共にボス戦に登場する予定でしたが、一人大遅刻をかましたためソロでの登場です。かわいそうなボスですが、自分は悪くないと信じているため救いは残念ながらありません。あ、うわ、すげえでっけえグレソが生えてる。やっぱ天然のグレソってこんなに大きくなるんだ。モーン工場線、あ、やべ、ストームビル城に来る前にモーン城に来ちゃった。間違えてモーンって感じ。すごいいっぱいグレソ生えてる。かわいい。モーンの城、すげえ戦火に焼かれてるんだけど、ただごとじゃないね。これ何、なんかみんなこれに神戸を垂れていたけど、偉い人なのかな。よく見えないけど。ラサージメショ、びっくりした。完全に気を抜いていた。なんか人間と獣が争ってるんで、全員殺してこの城を僕のものにします。で、名前も変えます。モーン城はちょっとダサくて神器臭い名前だから、もっと幸せになれる、明るくなれる名前にしよう。ストプリパコパコ城とかどう？笑顔にできると思うんだけど。獅子の昆虫、先ほどの鱗の昆虫同様、エルデンリングというか狭間の地、人種のルツボとなっております。とはいえ差別感は強く、寂しい世界。昆虫同士でも陽キャ陰キャのカースト制度があり、目の前の獅子の昆虫はサッカー部のエースで成績優秀、高身長、顔は少し濃いがまあイケメンという昆虫専門学校でも図抜けた陽キャです。そんな光の陽キャの彼、モーン城では獣木としてこき使われていたのですが、ついに人間に反響を翻すことに成功。そのためモーン城は崩壊し、城内は今も人間と獣木が戦い続けていますが、そんな獣木たちの一大事に鱗の昆虫くんは何をしていたと思いますか？そう、暗い部屋の隅っこでサボっています。最悪です。彼は昆虫の大一番でも遅刻してしまうわけです。救いようがない。あぁ所詮獣か。どうしようかな。なんか有効なアイテムある？うんことかあれば。まあコーヒーでも入れるか。あと一発鮮やかにローリングでかわして、喉越しを味わう。ためちゃうんだな。これがここでためられるのが真の汗人よ。何この体験、おしゃれ。アナスタシアに侵入されたんだが、まあ余裕の祝福発見。ロストグレースディスカバーとしてやった、目の前で。いいよ来いよ。体験か、相手してやる、遊んでやろう。
待て、まあ、話せばわかる。なんて強烈な女だ。でもそういうところが好き。いや、チキ。何見てんだよ。おう、ツボマン。どうした？どこからも何も。普通に扉からですけど。あー、もしかしてこれ正規ルートじゃない方法で来てしまった感じか。それにしてもこいつはどの機関で音を発して、どの機関で見て、どの機関で音を受信してるんだろうな。不思議が多すぎる。このツボマン、声かっこいいし、日本語版は津田健次郎さんにぜひやってほしいですね。溶岩モグラ、溶岩ドリュー、どちらでしょうか。こいつの厄介さは一言で言えば、人混みでの歩きタバコ、殺意が湧きます。シンプルな攻撃しかしませんが、ステージが狭いのでやや苦戦するかもしれません。噂によると人影かっこエルデンの姿らしいです。種族値2000ぐらいありそうですね。歩きタバコの罰として心臓を抜き取りました。ハートキャッチプリキュア。はい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 、これがおそらく正面玄関でしょう。後々初等化開通。誰？お前はアンガールズの痩せている方。はいはいはい、わかった。これ何、あれかな。ああ、正門から入るもできる。ちょっとやってみようか。え、そんな、本来は多分この穴から行くのが正規ルートなんだろうけど、開けてくれるなら開けてもらおうぜ。そんな、いまだかつて城攻略戦で門がいきなり開くなんてことあったか。まあいい、ありがたく。アイテム間に合え、飛び込め。危な、お前何すんだよ。騙された、最悪だこいつ。待って、これ正門からはいけない。いや、これめっちゃ勝ちたいんだけど、これ勝って、いや初見でこの騎士倒したけどって、マウント取りて。やだ、やめて。まずい、見えない、何にも見えないって。ああ、もうあれだから、お前に負けたんじゃないからな。俺はカメラに殺されたんだ。お前に殺されたわけじゃない。根強いこの城、マジで強い人しかいないじゃん。室伏工事にしか人権ないぞこの城。危な。楽しい、脳みそが溶けてても戦えるこいつ。どうした、何、どうしたの。あら、なんか拗ねちゃったのか。カニさん歩きしかしなくなっちゃったこいつ。かわいい。むかつく、むかつく。来いよ、なんで来ねえんだよ。しよし、それでいい、それでいいんだ。え、ちっちゃいツボマンがたくさんいる。ちっちゃい、もうぐちゃぐちゃになっちゃった。ツボマンぐちゃぐちゃになっちゃったけど、うわ、グロ、めっちゃグロいじゃん。あ、ごめんなさい。やっぱ大人のツボマン出てきちゃった、やば。ああ、そうやって移動するんだ、あなた。でもあんまり消耗したくないから。砕けた。いや、黒いて、普通に。さあ、パート5にしてようやくデミゴッドの一人、つぎぎのゴドリック戦です。支配下にあったはずの文城が重木によってめちゃくちゃにされているというのに、おじいちゃん一体
マイホームで何をしているかというと、朽ちたドラゴンとイチャイチャしています。すごい勢力です。ちなみになぜか指6本、三つ編みが非常にかわゆい。自分でやっているんでしょうか。さあ、エルデンリング始まっての大ボス、背中のかゆいところが書き放題、エルデンリング最強のじゃんけん王、サザエさん戦100連勝のサザエマスター。お箸はどの手で持つのか問題。剣のゴードリック、顔効果やばない。エルデンリング初めての大きなボスですが、下手なギミックのないシンプルな戦闘です。魔法で攻めてもよし、毒や出血などの状態異常で戦うもよし、当然近距離でねゴリゴリ戦闘してもよし、まるでエルデンリングのビュッフェのような男ゴドリック。マルギットといいね、ゴドリックといい、ディレイが強烈ですが、観察とリズムでかわせる攻撃が多いとね、対戦していて非常に楽しいです。意外と判定弱いな。チャンス1、2、まあ、2回ぐらいまでか。うい、まずい、あっぶね。しかし今の3連撃をガードできると分かったのはおそらく収穫。ここもいける。1、1、2、ちょっと欲張っちゃった、欲張っちゃった。大将がまずい、あえて懐に。よしよし、この連撃は、お、出血入った、いけるよ。ほらほらほら、そんなやらなくても俺が切り落としてやるよ。何、ああ、ああ何してんの、ああ、ああ、リストカットじゃん。リストカットレベル100。どうした？めっちゃゴドリック減らってる。すげえ病んじゃってるじゃん。何する気？どうするの？いや、竜も嫌だってよ。お前みたいなメンヘラジジイは。何してんの？しかも生き返ってるし、何やってんのこいつ。いや、そうはならんやろって全プレイヤー思ったろうな。第2形態です。つぐのってそんな適当な感じなんだという人笑いを取った後のこの初見殺し。この距離では当たらないだろうと思わせておいて、プレイヤーを焼き殺してご先祖に自慢する、まあ、ちょっとしょうもないやつです。まあ、竜による炎攻撃が追加されただけで、第一形態とはそれほど動きは変わりません。というか、こんな一時の戦闘のためにドラゴンなんてひっつけちゃって、この先どうするんでしょうか。トイレとか寝るときとかものすごく不便だと思うんですが、まあ何も考えていないでしょうね。地方が入っているでしょうから。腕ドラゴンだけど、まあいいか、そう考えるようになったら人間おしまいです。でも次あえて行くわ、前に行く。おいおい、かわせ、一発 OK、 勝ったわ、勝った、もらった。よっしゃー、ゴドリック、いいボスだった。なんか意味深なこと言ってるけど、とかマルギット出てこなかったな。なんか最悪、お、トロフィーもゲット。マルギットが途中参戦してくるかと思ったけど、そんなことなかったな。あー、勝てた。これはだいぶ進んだんじゃないの。寝よう。